サンクスチャンネルで僕らは育ったサンクスチャンネルの子供たちよ、サンクスチャンネル、サンクスチャンネル始まるよ。パラッパラー、パラッパラー、ラーラーラー。はい、1万人登録者記念企画。はい、すごい。では、はい、はい、どうですか、1万人突破した、あの今の感想を一言、ハスキー監督。監督なんだ。いやー、早かったですね、思ったより。ちょっと悩んだ時期もありましたけど、これからも4人で頑張っていきたいかなと。なるほど。ノルジンコ監督はどうですか。やっぱこの3000人4000人あたりが一番しんどかったですね。あの時期は本当眠れなかったです。もう笑いを耐えろって言われてるんだけど、まあ笑った方がみんな笑ってるから、まあ、7時間ぐらいしか寝れなかったですね。今も18時間寝てる、寝てる、しっかり寝てる。嬉しいです。スケベ監督はどうですか。僕なんか SNS の感じからすると1週間ぐらいでいっちゃうんじゃないかとか思ってたんですけど、うん、意外とやっぱかかりますね。また違うんだなっていう。なるほど、うん。鉄人監督はどうですか。積み上げることの大切さを改めて気づかせてる、ね、重いな。重いですね。積み上げると重いな。重みがあるね、やっぱね。いや、でもやっぱり積み上げたからこその1万人なんで、これからもどん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 行きましょうよ。なるほど。おではですね、初心に帰る企画ということで、20テイクアピクチャーをですね、2人と2人に分かれて、歌部門とダンス部門に分かれて1週間でどこまでできるか選手権ということで、チーム合わせて頑張っていきましょう。テイクアピクチャー分かんねえな。聞いたことないね。ダウンロードします。またあの車の中でずっと聞く日々が来るわけですね。いや、懐かしいですね。確かに。懐かしいね。懐かしい。マジで言ってましたもん。いいですか、制限時間は1週間ですか。1週間、はい。1週間ですから、来週のこの時間までに皆さん動画を送ってください。はい、で、どうやって決めるんですか、その振り分け、振り分けっていう。さすが、いい振りですね、これね。今、最もサンクスチャンネルで人気のルーレッターです。相性悪いんだよな。一応ちゃんと、あの、僕もですね、あの、のどちんこ監督の思いを代弁して、のどちんこ監督のルーレットの色は変えろと、ルーレッターに、あの、指示を出しておりますので。風水的にちょっとこの間、合ってなかったんですよね、色が。あと、まあ、お母さんよりお父さんで言ってみますか、今日。あ、そうだね。ありがとう、お父さんね。ありがとう、お父さんね。じゃあ、ルーレット、ちょっといいですか？あ、ルーレット。ルーレット。画面欲しいですね、ルーレット画面。ルーレット、もう寝なきゃいけないということで。もう早いな。重心が早いですね。え、ちょっと待ってください。何色だろう、俺。あ、ピンクだ。ピンクですね。濃い色のハスキーに、青色ね。青色ハスキー。水色スケベ。オレンジは鉄人ですよね、もう。はい、でしょう。これどうなったこれ どっちがいい、どっちがいい、どっちがいい、ダンスの方をルーレットにしたいか、歌の方をルーレットにしたいか、どうしよう。
それはもう、のどちんこ監督選ばせてあげるよ。ちなみにどっちやる、みんな。ちなみにどっちやる、どっちだろうね。あ、僕は決めていいんですか、じゃあ。優先権、交渉。うん、まずは、あの、どっちから行こう。ハスキー監督、はい。ハスキー監督はどっちが希望ですか。僕は、ダンス希望ですね。当たる。お、ダンス。なるほど。ダンス。見せてやりたいし。全然。ないんだぞっていうところ。でも、やり遂げてやるぞっていう、このチャレンジっすよね。あの、ハスキーは、歌にちょっと負い目を感じてるから、ダンスってことですよね。いや、もうハスキーなんだよ。そこは、多分良さ出ちゃう。きっと、そこはそこで。なんで、ちょっと。上聞きたいんじゃないですか、でも、ファンの人は。うん、じゃあ歌います。いや選べないから、選べないから。ルーレットだって言ってるよ。ダンスね。ダンスね。ダンス。たくまダンスね。じゃあ、鉄人監督はどっちですか。僕は歌です。歌、はい、おー。任せてください。おー。スケベ監督はどっちですか。僕、ダンスしたいですね。お、俺、じゃあ、のどちんかと監督はどっちですか。俺は歌ですね。おお、これでもう分かれてるじゃないかっていう話。分かれた。もう意味ないじゃん、ルーレット。あれ、せっかくあったのに。いや、そこはやっぱりね、ルーレッター。ルーレッターでいきましょうか。ルーレッターでいく。どっちにする、まあ、のどちんこ監督、まずじゃあ、一番目は、どっちにしよう。出てきた方が、歌う方か、踊る方か、どっち歌う方にしましょう。歌う方でいきますか。じゃあ、まず一番目は歌う方でいきます。じゃあ、いきますよ。お父さんで言ってください、はい、ルーレットスタート。ありがとうお父さん。おお、まあまあ希望通りじゃないですか。希望通りね、鉄人監督では、うん、歌担当です。これ確率が相当上がったぞ、うん、歌担当ですよ。ちょっとなんかルーレットの修正。次どっちにしますか。次どっちに。次もじゃあダンスの方がいいんじゃないですか。交互に行った方がいいんじゃないですか。次ダンスにする。はい。次ダンス。おお。で来い。そうね。あのルーレットの修正が必要だからあの。あ、来た。来た。来たよ。来た。ピンクね。では。ダンスね、希望としてはハスキーとスケベを選んでほしいですけれど、どうなりますか。さあルーレットスタート。ありがとう親父。よし。ハスキー監督、ありがとうございます。望み通りだね今日は。ハスキー監督、やっぱ忖度がすごいな。ハスキー監督、今の気持ちはどうですか。希望通りじゃん。いや本当にもう怪我から復帰したんだぞってところ、もうステップ見せてやりたいですね。そのために復帰したと。はい、なるほど。今日いいね、たくまコメント調子いいね。ありがとうございます。久しぶりに面白い。あのね、なんかあの視聴者からあのたくまのあの手をこう両手パッてこう上げるやつが可愛いとか、なんかあの、まあ、のまあまあまあみたいな感じ、こう手を上げるのがいいらしい。よくわかんないこれ。なんか今日だって座り方も余裕あるもん。余裕もね、いつもとなんか違くないですか。なんかこうなってるもん、なんかもう。普通に座ったの座高高すぎて映んなくなるから、ちょっとそういうことね。三脚ぐらい買え。あ、もう一個コメント多いのが、メンツはいいけど監督が不安、ハスキー監督って感じ。分かった。いるんですよ、あの、なんち結構。あ、そう。もう欲しいですね、欲してます、それを。あ、そう。では、ラスト。じゃあ、はい、これはどっちにする。歌。歌、はい。歌。じゃあ、これ、ちゃんと。のどちんこ監督を指すかどうかですね。本当にお願いしますよ、ルーレット。でもあれですね、ルーレットが弱いというんであれば、次はあの、あれですね、スケベを指すっていうことに、シナリオになるんですね、これね。シナリオ的にはそうですね。はい、うん。
まあ、外れたら外れたらこれもう操作できるっていうのもあんまちょっと否めないですけど、で行きましょう。お願いします、ルレッタ。よし、来た。お、ちょうど真ん中に置いてきたね。え、どっちだっけ？歌ですね。歌ということはピンクをさ、これあれじゃない、でもさ、ルーレットで刺さないんだから、はい、ダンスの方をやってもらった方がいいんじゃない？あ、まあ、いや、最後に勝つっていうのにかける。そういうことね。なるほど。さすが。さすが。じゃあ歌でいいですか？はい、歌でいこう。歌でいい、はい、歌でいこう。じゃあ行きましょう。ルーレット、お願いします。Thanks, Daddy! ダメかも。よかった。ほら、これ操作できてんじゃねえか。本当かよこれ。まあ嬉しいけど。やった、ルーレッタ。やったな、これ前回これやったな。まあでもまあ希望通り、よかったね、よかったね。みんなでも希望通りですね、本当に。いや、いいよ。では1週間でテイクアピクチャー、はい、頑張っていきましょう。お願いします。谷でも金。